はい、もくもくトイズです。はい、もくもくトイズです。一回さ、急いでな。買ってすぐに壊れたので、香港の RC マートへ連絡すると修理対応で1ヶ月から3ヶ月かかると言われて、しかも香港までの送料は自己負担でかなり厳しいです。多分サーボの不具合と思うので、香港までの送料でサーボを買えるので、一か八かで自分でサーボ交換することにします。壊れた部分はこのステアリングのところなんですけど、これがもう動かなくなって、まっすぐしか走らなくなったんで、ここのサーボという部品を交換します。今からで、今日届いたのがこちらのアップグレード版のサーボが届きました。標準でついてるやつよりメタルギアになっていて、アップグレードになっています。それでは交換していきましょう。それでは交換していきます。取れました。新しいサーブを開けます。できました。入れて、横だけ。あ、いけるいける。こう動いてるから直ってる。ちょっと止めてで、新しいサーボがつきました。ちょっとこれスタートして、治りました。アクセルもちょっとやってみます。
OK です。おお、すごい直った。あ、簡単。毎日乗るって楽しいもんな。これで完成です。完成です。次の動画も見てね。バイバイ。